はい、また一冊の本をご紹介いたします。今日は大坪裕二さんが書かれました、カスをつかまない技術、カスをつかまない技術ですね、こういった本です。帯にね、カスというのは定義が書いてます。経験しないで済むならそれに越したことのない仕事、お金、人間関係に関する、最低体験のことと書いてますね。で、見抜く力、判断力を、身につけろというふうに書いています。で、仕事の案件とかですね、あるいは付き合う人物に対する選択眼を持つということがですね、インディペンデント、の生き方の場合ですね、大変重要になってくるというようなことなんですね。で、大変面白く読ませていただきました。特にですね、心の成長ステージごとに出会うカスの特徴が変わってくるというようなことで分類がされてまして、社会人初級の修行期、あるいは社会人中級の独立期、それから社会人上級の幸せな成功期、それぞれ出会うカスの特徴が書いてあって、で、社会人上級になるともうここに到達するとカスにはほとんど出会わないというようなことでね、本当に面白い句を読ませていただきました。で、中にですね、特に保険営業の方とかですね、保険代理店の方の経験されたカス、出会われたカスですよね、最低体験が結構量が多くて、私自身も個人的にね、保険営業を長くやってましたもので、あるあると、私もそういうことあったなというようなことでね、面白い事例がたくさん出ていました。で、興味深く読ませていただきましたけれども、参考になるのはですね、そのカスの避け方ですね、どうやって避けるのかということで、結構、この本では太字で書いてあるんですけどもね、その避け方の技術というか、それがつながって結構本質的なところにね、つながっていくというようなところが参考になりました。例えばその目の前のね、人をお客様にするべくあらゆる努力をするというのではなくて、付き合うべき理想のお客様と出会うためにあらゆる努力をすべきと。これなんか特に保険営業の方とかですね、私のような現在の社会保険労務士事務所なんで、侍業もそうだと思うんですけどもね、結構陥りがちな、ことですよね。それと防ぎ方が書いてあると思いました。あるいは成果にフォーカスするのではなくて行動にフォーカスすると。これもよく陥りがちな、よく陥りがちなカスのつかみ方、それから防ぎ方をまとめて的確に書いてあるなと、いうふうに実感いたしました。そういった本をご紹介いたしました。